演舞開演。どうも、本日は こちらローソンのホットサラダフランスパン国産じゃがいもを食べたいと思います。フランスパンの意味が分かりますが、どうしたいなんかメロンパンみたいなのがありますが、ではいただきます。これならすくい上げる手間もなくて食べやすいですね。フランスパンというもので確かに噛み応えはあるんですが、そんな硬いっていうような感じではなく、どちらかというとちょっと歯応えがあるだけで程よい硬さでした。中のジャガイモはマヨネーズの風味がよく効いていて、いやマヨネーズというよりチーズに近い雰囲気でした。味でした。ホクホクで食感が美味しかったです。ポテトサラダというのかどうかは分かりませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。甘いだけじゃない。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。